どうも皆さん、こんにちは。レイですモフちゃんが始まります。今日はスコッチウイスキーレビュー動画になります。サクサク進めていきますね。早速紹介するウイスキーはこちらです。今回なかなか気になるいいお酒なんですよ。それがこちらです。321ペーン。これはジョニーウォーカーブラックラベルシェリーエディションというものになります。基本がこれジョニーウォーカーブラックラベル、こちらポン、いつものくだり。以前こちらのブラックラベル12年ものですね、これを掘り下げていったんですけども、かなりの仕上がりで2000円クラスで買えるウイスキーでは3本指に入るものなんですよ。その12年ものが2200〜2300円ぐらいで買えるのに対して、今回のこのシェリーエディション3000円弱で買えるんですよ。僕がこれ買ったのは3002円でした、税込みでね。そしてスペックも押しときますね。この標準タイプのブラックラベルよりも800円ぐらいお値下すれば買えるのかな。で、具体的に何が違うかというと、名の通りなんですが、シェリー原酒を普通のブラックラベルよりも比率高く入れてるっていう話なんですね。こちらカーデュ、ストラスミル、ブレアソールの3つの蒸留所のシェリー原酒を使ってるんですよ。もちろんいずれも12年もののシェリー原酒を採用してるんですね。それだけでもちょっと価格が怖いなという中、こんな低価格帯で出してくるこのジョニーウォーカーはさすがだと僕は思っております。早速これを開封していこうと思います。箱もなかなかかっこいいんですよ、これ。レリーフっぽくて。はい、こんな感じです。それではグラスに注いでいきます。これぐらいです。はい、ここからの香りなんですけども、ジュニーウォーカー黒ラベルでも感じた、リンゴ、青リンゴのような香りは、ここからでもやはり嗅ぎ取ることが可能です。それから普通のジュニーウォーカー黒では感じなかった、やはりシェリー原酒から来るレーズンの香りですね。それが薄いんですけども、漂ってきます。それでジュニクロで感じた、ここからでもわかるピートの香りっていうのは逆になくなりました。まあ、そんなところなのでグラスを近づけたいと思います。はい、これファーストアタックはやはりレーズンですね。シェリー感がちゃんと出てますね。それでリンゴで、リンゴの後に若干オレンジっぽい香りがするんですよね。オレンジなのかな、なんか柑橘系の香りもうっすらとしてきます。それでチョコレート、最後にうっすらやっぱりピートの香りがありました。これがやっぱジョニーウォーカーって感じがしますね。それでは飲んでいこうと思います。いただきます。ごちそうさまでした。口当たりはアルコールから来る刺激っていうのはあまりないです。ほとんどとはいきませんが、アルコールの刺激っていうのは本当に少なめの方です。ヒリってぐらいの感じですね。その後にやっぱり甘さが強いですね。レーズン、チョコレート、香りの時にこの2種類がしてたんですけども、その風味ですよね、それがやっぱ一番前に出てきてるんで、まあ甘いのかなと。それでリンゴのような酸味もしっかりと残ってます。ただ甘いだけじゃなくて、リンゴ柑橘系から来るような爽やかな酸味もしてきます。香りの時に感じていたピートコーっていうのはあんまり飲んだ時はしませんでしたね。これはやっぱジョニクロの方が強かったかなという印象です。余韻はラムレーズンみたいな、そんな感じかな。なかなかシェリー感を感じられることのできるボトルの仕上がりにはなってました。それでは総評に入りたいと思います。こちらです。75点です。75点の理由なんですけども、このジョニーウォーカーのシェリーエディションなんですが、味に関してはあまり僕からも言うことはないですね。さすがそこはジョニーウォーカーブラックラベルの兄弟というのかな。うん、シェリーを足したことによって、普通の黒ラベルよりもいろんな香りがしてくるんですよ。なのでその香りの数から飽きづらいのかなという印象があります。それで味もアルコール感は若干は残しつつも、甘さ酸味、これがいいんですよね。なかなかいいマッチングをさせてるなと、ブレンドの技術を感じます。で、ノーマルの黒ラベルよりも点数を3点ほど下げてしまった理由としては、やっぱりここは価格ですよ。シェリーを使ってるんだから当たり前だろうと言われてしまえばそこまでなんですけども、ジョニクロがだいたい2200〜2300円で買えるっていうレベルを考えて、今回3000円を超えてくるこれをコンスタントに飲もうかなっていう感じではないんですよ。通常ラインナップされてる黒ラベルの完成度が高いんで、そこまで大きな格差は開けなかったのかなという部分があったので、あいつよりかは点数を下げさせていただきました。でも例えばよ、これがジョニクロと同じ価格であればすごくいいと思います。実現は限りなく難しいとは思うんですけど、僕は今ね、贅沢極まりないことを言ってやがるんですけど、それが実現できたらこれは点数高かったな。
俺はノーマルのジョニクロよりかは好き。ジョニクロで感じたあの風味は確かにこれにも宿ってるんですよ。とにかく出来の良い一本ではありましたね。近年こういう年数表記のものが減ってきてしまってる中、まあ、特にジャパニーズは壊滅的なんですけども、さすがはスコッチ見習わなきゃいけない部分だと思うんですけども、こういう限定品でも年数表記のものをリリースしてくるっていうところは圧巻です。これからもジョニーウォーカーの限定ボトルとかを楽しみにしながら、スコッチウイスキーの素晴らしさ、凄さを知って皆様にその凄さを素直に発信できればなと思っておりますので、その時はまたぜひ見てください。それでは本日はジョニーウォーカーブラックラベル12年シェリーエディションの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立った、面白かったと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回もまた見てください。さようなら。